たこと、それがこの物語の奇跡。できず運命の歯車になれなかった。それでもあなたは笑顔でこんな私を抱きしめて、そして教えてくれたね、運命と戦う人の子よ、全てが
この仲間たちがここで出会えたこと、それがこの物語。